あ、そっち方向に回避しないでん。神回避。神回避。あーん、やばい、お店に入らせてよー。どうもこんにちは、霊夢です。どうもマリサぜ。早く帰りたいリグルです。今回はでしゅね、変電所を攻略していきますよん。非常に大量の虫さんが出てくるので、苦手な人は要注意なんだぜ。結構グロいので、どうしても無理って方はブラウザバック推奨ですん。へぇ。そうなんだ。私、グロい虫嫌いだから、帰っていいですよね。リグルちゃんも虫の癖して何言ってんの。虫が虫苦手って意味わからんのぜ。私はホタルなんですよ。そこら辺の光らない低俗な虫とは格が違いますね。じゃあ光ればどんなにグロい見た目でも OK？ グロいのは嫌です。覚悟しといてね。なに、うわーん、死体からうじゃうじゃ虫がー。リグルが虫怖がってるとかほんと意味不だな、わら。同じ虫でもここまで残虐な虫は仲間とは認めません。ここでキーピックが手に入りますん。城前のかかった扉、ロッカーなどを開けられるようになるのぜ。結構使える場所たくさんあるから重宝するのぜ。ジルさんといえばやはりキーピックお似合いなのですん。初代バイオにて、クリスが序盤で開けられないドアを平気でこじ開けて先進めるのぜ。懐かしいわね。走行喋るうちに開きました。それでは覚悟決めてね、リブルブルン。キー、後ろに変な巨大な虫が。あらー、気絶しちゃいましたん。ネメシス見ても気絶しなかったのに、巨大虫型バイオーガニックウェポンで気絶するって。むしろリグルちゃんにとって、さっきの映像は別の意味で刺激が強いかもって思ってたんだけどねー。おいやめるのぜ、わら。さて、そろそろ内部に潜り込みますが、一応メモの方をば。基本読まないので、読みたい方は一時停止を推奨だぜ。キーピックについて書かれてるだけの文章でした。では変電所突撃していきましょう。初見では結構死にまくったところなのぜ。デカ発電機まともに狙えてねえな。さすがクソエイム。たまたま調子狂っただけですよ。お前はしょっちゅうミスしてんだろ。ほら、めっちゃうまい。この程度のプレイングでどやるなし、わら。はい、一つ目の電力確保。はぁ、絶対タイミングバッチリで緊急回避ボタンを押した。マジこのゲームラグいわね。オンラインじゃないんだから遅延もクソもねえだろ、わら。いや、グラボの性能が若干足りてないから入力遅延でも発生して。バイオ RE3 の推奨グラボは GTX1060 以上なのぜ。レイムは GTX1661 なのぜ。余裕で推奨スペック満たしてるし、録画しながらでもこのヌルヌルさ加減だから、ラグいなんて言い訳はできないのぜ。さっきも緊急回避をしたのに全然避けてくれないですん。あ、わかった。コントローラが不調かも。そんなわけないだろ。バイオ RE3 はキーボードマウスじゃなくてパッドでやりたいっつって、新しいの買ったばかりだろ。そうだけど、不良品引いちゃった可能性が。言い訳はもういいのぜ。霊夢のプレイングが下手なだけだから、文句言わずに進めるのぜ。ぬわーん、虫の動きいやらしいぬ。撃っても撃っても当たらんぬ。初見でも散々死にまくって学習したはずなのに、全然対応できてないん。霊夢は学習しないからな。一人で学習できるもん。お願いだから電力復旧中に虫さん来ないでねー。完璧ね。やはり私の立ち回りが素晴らしいから、問題なく二つ目復旧できたですん。これから三つ目、四つ目と順調に引いてくですん。このプレイング見てると、あんま期待できないな、わら。マリシャンは黙ってなさい。マリシャン言うな。は。リグルシャン気づきました。お目覚めはいかがなのぜ？ジルさんが口に汚いものぶっ込まれてて気持ち悪すぎて気絶しちゃった。おいおい、ちょっと表現に問題ある気がするのぜ。もう少しマシな言い方するのぜ。実際超汚いし、気持ち悪かったし。わ。わかったから、もうその話は終わり。うわぁ。なんか気持ち悪いブヨブヨが壁に、変なガサゴソーンが。うわ、なんかさっきいたよね。ちょー、さっきの虫ー。だから虫のくせに虫を怖がるなよ。盗賊でも怖いのは怖いの。気持ち悪いものは気持ち悪いの。
さっきの私の緊急回避めっちゃうまくなかった？はいはいうまかったですぜ霊夢。やっぱ下手くそ霊夢。いやいや、電力復旧間に合ったんだから、下手ではないでしょ。間違えたくそ霊夢だったわ。クソ霊夢言うなっつーの。じゃあ、最後の電力復旧しに行くですん。こいつで全部なので、あとはこの施設から脱出するだけですん。では行きます。間に合ったぬ。あとは逃げるだけ。ジルさん負荷で追ってるみたいなのぜ。回復アイテム使わないのか？ここまで来たら逃げてるだけで脱出より優勝。意外とこの敵、追従してくるぜ。油断せず回復しておいた方が。うわ、普通に切り抜けやがった。おもんねえ。キプレイの私がそう簡単に死ぬわけないぬ。初見では最後の最後で油断して、脱出寸前で死んだこと何回かあったのにな。今回もそのパターンを期待していたが。私的には霊夢さんが問題なく切り抜けてくれてよかったと思いますん。その分だけ早くストーリー進むので。あ、変電所ってこれでクリアなんでしょ？それじゃあ今回はここでお開きする感じだね。何言ってんのよリグル。まだ6分弱しか経ってないのに、ここで終わったら消化不良気味じゃないの。でも霧は結構いいじゃん。霧のいいタイミングであることは間違いないのだが、ちょっと動画の尺としては短すぎるのぜ。もうちょっと先に進めていくのぜ。あれ？ここってゾンビ3体くらい歩いてなかった？大丈夫なのよん。変電所攻略後、この部屋のゾンビはいなくなるのですん。アンチに生まれ変わるのぜ。なるほど、それはよかった。ここから先は地下鉄復旧させるために司令室に向かいますん。司令室で復旧させたら、あとは地下鉄に戻ってダウンタウン脱出なのですん。へえ、じゃあ脱出まではそんなに時間かからない感じ？ダウンタウンでやることは、まだ開けてないロッカーをキーピックで開けたり、チェーンカッター使ってショットガンとか入手するくらいだぜ。それ以外は特にやることないが。ないが。何？覚悟はしておいてね。絶対なんか出てくると爆発した。いやー、ネメシス来たー。ここからダウンタウン脱出するまでしつこく追いかけてきますよん。まあ私にかかれば余裕で逃げ切れますけどね。自らフラグ立てていく霊夢さん。はぁ？フラグなんて立つわけないじゃないの。まだまだ私はこれからも順調に進めていくのですよん。私は霊夢さんにできるだけ死なないよう頑張ってもらいたい。奴がまだ生きてた。追われてる。運行システムを起動してから行く。運行システム起動してさっさと脱出。早く帰りたいのですん。あ、そういえば肝心なこと忘れていたぜ。何？ダウンタウン脱出目前は間違いだったぜ。まだまだそこまで長いのぜ。嘘でしょ。もうすぐって言ったじゃん。へ？脱出前になんかあったっけ？忘れてるのかよ霊夢。下水道があっただろ。ああ、そうでしたん。ごめんねリグルグル。まだ脱出までそこそこかかりますわ。もう、せっかく少しは安心してたのに。仕方ないのぜ。記憶違いは誰にだってあるのぜ。とりあえず鍵のかかったロッカーなどでアイテム回収してから進めようと思うんだけど、結構寄り道多くなるし、必要最小限にカットしていこうかしら。その方が動画的に無駄がなくなっていいかもな。うわーん、ネメシス来たよー。早く動画カットしてサクッと進めてー。カットはするつもりだけど、私らはフルでプレイしていくことには変わりないわよ。あ、そっか。とりあえずここからの工程はざっくりカット編集でいくぜ。まず店内の鍵のかかったロッカー調べるぬ。手榴弾手に入りますん。下水道で結構役立つので入手しておいた方がいいのぜ。そのまま司令室に行こうとしたら頭掴まれたん。そのまま地面にめり込ませたり、頭つぶしにかからないのぜ。ネメシスさんの優しい一面が垣間見れたのぜ。ここでショットガン入手ですん。変電所攻略前に入手することも可能だぜ。虫の相手が苦手すぎるって方は、先にショットガン入手しておくのも手だぜ。これがあればネメシスも倒せる。頑張れば動き止められると思うけど、死にはしないので基本無視ですん。こちらの鍵も忘れず開けますん。おお、安定の救急スプレーだね。シリーズ度安定の安心感を誇る回復アイテムですん。カルロス、司令室に着いた。次は何？よし、運行ルートを入力してくれ。オッケー、ちょっと待って。先にこちらの鍵開けますん。中には序盤では貴重なショットガンの弾が入ってますん。忘れず取りましょう。では、運行ルート入力していくぬ。よし、行き先は？
今いるのはレッドストーン駅だ。行き先はフォックスパーク駅。設定できるか。私はスーパーコップ。朝飯前よ。ここはさっさと答えだけ見せますかな。ラジャーファラサ42321で覚えると楽です。人によっては楽ではないな。わら。ファラサ4、ちょっと時間経ったら忘れそう。急いで駅に戻ってくれ。出発の準備をしておく。では駅に戻るんですが、まだ開けてない鍵とかあるので、そこも回っていきますよん。じゃ、何あいつ。寄生虫に乗っ取られたタイプのゾンビよん。触手攻撃が厄介だし、結構強いので、基本無視ですん。いやー、私の髪回避テク見せられて満足ん。はいはい、そうですか、勝手にほざいてるのぜ。こちら、チェーンカッターで開けられるぬ。ここらで寝てるゾンビは生きてるので相手しないですん。あ、こいつらはしょうがないので相手しますん。リグルちゃんにショットガンの威力でもお見せして差し上げましょうぬ。どうよ、この威力。ゾンビが一撃で、これはすごい。もったいねえ。引きつけてドラム缶爆破でよかったじゃねえか。え、ドラム缶なんてあった？見えてなかったんかい、わら。へえ、ここドラム缶あったのね。まあいいや。気にしてもしょうがないですん。ほんと霊夢の目は節穴だな。うるてぇ。へ、イベント。さっきいた触手野郎って、ネメシスに寄生させられてた。あーん、発電機撃とうとしたらショットガンのままだったから急いでハンドガンに持ち替えてたら引きずり倒されたん。でも問題ない。それでは、まだ入ってない店の中入るぬ。ここに宝石箱あるので入手しときますん。中身は青のジュエルですん。あとは強化火薬と救急スプレーですん。では、向かいの店に行きましょう。ここ調べたら、残りはパスワードのわからない金庫のみ残りますが、別に未練はないのでいいですん。結局金庫は諦めるんだな。まあ、なくてもいいっしょ。これでジュエルはすべて揃いました。あとは地下鉄駅セーブポイント近くのオブジェにはめてアイテム入手ですん。あ、チャーリー君人形攻略は特にしてないので気にしません。チャーリー君人形攻略専用動画とか出せば再生数取れるかもしれないのにな。今更撮っても遅いですん。先に誰かがやってますん。あ、そうそう、ここでもネメシスさんのお優しい一面が見られるのですよ。こちらの窓をご覧ください。外で静かに待ってる。店の中には襲撃してこないのぜ。理由は不明だぜ。チャーリー君人形に対して思い入れがあるせいで襲撃できないんでしょうかね。実はジェントルマンなのぜ。でも一度店を出てしまうと。あ、ゾンビに足つかまれた。やっぱりネメシスさんお優しい。助けてくれました。さっき助けてくれたじゃない。緊急回避をしたじゃない。あー、これはやっちゃいましたな。ひぃ、やっぱり優しくなんてなかった。いやさっきの死亡シーンはさすがに刺激強すぎたかな。でも気絶してないみたい。変電所の虫のおかげで耐性ついたな。いやいや別にそんなついてないですん。先ほどとは楽の順序で店を巡りますん。では、向かいの店にも行きますん。なんかここら辺難しそう。ネメシス以外にも結構集まってきてるからな。あ、そっち方向に回避しないでん。神回避。神回避。あーん、やばい、お店に入らせてよー。ネメシスとゾンビ軍団の猛攻に耐えるレイムさんだぜ。危なかったー、ちゃんと店に入れそう。っていうか私めっちゃうまかったわね。自画自賛するのやめーや、わら。ここから先ミスってまたやり直しとかやめてよねー。任せるですん。では地下鉄駅まで全力で逃げていきますよん。基本店には侵入してこないんだね。ジル様以外、みんな実は演者なのぜ。さっきの2店舗とも、演者の侵入禁止なのぜ。ちゃんとルールを守ってゾンビを起こしてるこいつら、偉いわね。また助けてもらったん。ジル様を助けた後、即殴ってきてて笑った。ネメシスはデレツンなんだな、わら。デレツンにも程があるってくらいデレツンよ。デレツン扱いしたところで怖いのは怖いですよ。
ようやく地下鉄駅まで来ましたわ。ジュエルはめてアイテムゲットしていくでつん。一つ目は手榴弾です。二つ目はショットガン用タクティカルストック。三つ目はサイドパックです。注意点としては、どの順番からジュエルはめても、先ほどの順番でアイテムが手に入るぜ。サイドパックだけ入手して先へ、というのはできないのぜ。へえ、じゃあジュエル取り逃すとアイテム欄拡張できないから結構痛いんだね。そういうことです。ではセーブセーブ。キリがいいね、ここで終わらない。キリがいいかというと、ちょっと違うんだよな。せめて次のセーブポイントできるのがいいかなって。私もそう思うのぜ。ではもう少しだけ我慢してリグル。うわん。今日はちょっと長いよ。大丈夫大丈夫。次のセーブポイントの方が都合いいだけですん。それまでは特に何もございませんよ。本当に？本当だぜだぜ。霊夢の言うこと信じるのぜ。マリサさんも一回見てるんだっけ？それじゃあ信じることにするよ。上出来だスーパーコップ。恐れ入った。もう列車は動く？ああ、あと一歩だ。整備に 3,40 分かかるが。ニコライ。あ、ムカつくおっさん。街は化け物で溢れてる。地上突破するのは不可能だ。なぜその女がいる？地下鉄の軌道を手伝ってもらってる。この女は足手まといになるだけだ。ここぞという時に引き金すら引けない。おい、落ち着けよ。やっぱムカつくわ。こいつのせいで死ぬぞ。悪いな。みんな気が立ってるんだ。え、まさかここまで来た。マジかよ。またやつか。お、これで時間稼ぎができる。さすがビルさんねー。おい、待て。ナチル。やめろ。ジェイムさんの嘘つき。やばい状況になってるじゃん。殴られたー。あちゃー、私としたことがミスったわ。でも大丈夫。落ち着いて対処すればそんなに難しい箇所ではないむ。触手鬱陶しいわね。いきなり死んでんじゃねえか、わらわら。あれー、キプレイの私がこんな簡単な場所で死ぬなんて。いや、ハードコア以上だと地味に難しい箇所だぜ、わら。おかちいわね、うまく緊急回避できないんだけど。それは霊夢が下手だからだぜ。誰が下手やねん。こんだけ華麗な回避できるんですよ私は。あとは落ち着いて私の中のイメージ通りの戦略で余裕突破ですん。こうやって痺れさせているうちにさっさと格子戸を開けに行くだけですん。超簡単なお仕事。グダグダなくせに調子乗るんじゃない、わら。早くしないと奴が来ちゃうよ。ここを3回調べると下水道に降りられますん。あとは近くのセーブポイントで切りましょう。やっと休憩できる。ちょ、来てるじゃん。あれ？なんか私のイメージと違うような。初見ではさっきの感じでギリギリ間に合ってたよな。どこかで少々もたついたか？また診断。ああいうコンボ決められるとどうしようもないん。余裕って言ってたじゃないですか、霊夢さん。早く休憩地点まで行ってよ。ああ、悔しいわね。まずは救急スプレーを入手。したらすぐ避ける。そのまままっすぐ道なりに進み。奴が曲がってきたタイミングで発電機を撃つ。撃ったら即、格子戸までダッシュ。途中のハンドガンの弾はもちろん入手していきますん。あまりもたつかなければ普通に間に合うはずですん。これはいい感じかもな。間に合って。1。2。さあ間に合うのです。時間との勝負だぜだぜ。おん、本当にギリギリ間に合った。だから言ったですん。ミスさえしなければ余裕だと。現実はミスりまくってるがな、わら。最終的にうまくいけばそれでいいのよ。もうこれ以上は追ってこない？しばらくは追ってきませんよ。セーブポイントはすぐそこなんだぜ。安心していいぜ。ここらは特に何もないと思うので、鉄壁閉めましょう。あのさ、鉄壁頑丈でも。すぐ横の壁ぶち抜いてきたら意味なくない？そこは大人の事情だから突っ込まないでおいてあげてなのぜ。あ、はい。他の出口を探さないと。はい、セーブポイントですん。
リグルちゃんお疲れ様。やっと休憩できる。今回は長かった。別に長くはないぜ。世の中には30分ゆっくり実況してる猛者もいるぜ。さ、30分もホラゲ見続けるのは結構きついな。とりあえず下水道到達まで来ました。次回、下水道攻略していきますん。ご視聴ありがとなのぜ。また見てくださいね。まだまだ先は長いのか。とほほ。